お久しぶりです。よろしくお願いします。オリンピックに励みになるような大会だったと思います。はい、ご飯を食べることが好きなので。そうだよね、そうだよね、なっちゃった。少しずつでは、ちょっとずつ左の方にだけ選手の皆さんが集まるっていうことは本当にないことだと思うんですけれども、石川様、卓球のね、お二人はもちろんもう一緒にチームメイトとしても戦ってきた仲間であるのであれなんですけれども、はい、初めてお会いする選手もいらっしゃいますよね。そうですね、板橋選手と南出選手は初めましてですね。はい、ということで、ぜひその初めましての選手も、今まで一緒に戦ってきた選手も含めて、はい、ぜひ石川さんから、はい、今度はインタビューをたくさん聞きたいことあるので、はい、質問を、インタビューを始めたいと思います。まずは平野美宇選手にお話を聞いてもいいですか。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。まずあと、まあ、もうオリンピックまであと3ヶ月、まあ、東京に続いて2回目のオリンピック、シングルスは初出場になると思うんですけど、今の調子はどんな感じですか。そうですね、最近はとても試合が多いんですけど、代表に選ばれてからしっかりオリンピックに向けてっていう気持ちで、また新しい気持ちができているので、試合が多い中でもこの1月からのこの4月までの大会はすごく充実していた試合がありましたし、特に世界選手権は本当にオリンピックに励みになるような大会だったと思います。はい、世界選手権の話もあったんですけど、本当に熱い試合であと一歩という、本当に素晴らしい戦いだったと思うんですけど、オリンピックに向けて残り3ヶ月こう、あとはどこを強化したいなみたいなところがあれば教えてください。そうですね、まずは、ダブルスも団体戦であるので、一緒にこうチームのみんなと頑張っていきたいですし、あとはシングルスでもこうやっぱりこう主力選手っていうのが本当に卓球は本当に強くて、こう世界卓球でもやっぱり最後は主力選手に負けてしまって、こう銀メダルっていう結果だったので、やっぱり強い選手に勝つにはそこにこう追いつけるように、この3ヶ月で少しでもこう成長、毎日成長していくことが大事かなというふうに思っています。応援しています。本当にね、世界卓球あと一本二本のところ、平野選手はもちろん勝ちましたし、あと一本、全ての選手があと一本二本のところまで来ていると思うので、パリオリンピックでのプレーもすごく楽しみにしています。もうちょっと聞いていいですか。なんか時間は、はい、ハードなスケジュールでこう転戦もやっぱり続いてると思うんですけど、リフレッシュ方法とかはありますか。そうですね、でもご飯を食べることが好きなので、そうだよね、そうだよね、なっちゃった。ご飯を食べたり、石川さんにも、はい、この前連れてきてもらったりとか、その美味しいご飯を食べるのが好きです。勝負飯はちなみに試合前これ食べるみたいなのはありますか。試合前は結構バランスなんですけど、はい、試合帰ってきたらやっぱりお肉が食べる。お肉美味しいですよね。でお肉をたくさん食べてパリオリンピックに向けて、はい、最高のプレーができるのを楽しみにしています。はい、頑張ります。ありがとうございます。